うわもうないと。それはもう夜じゃん。先に言いましょう。酔ってます。まあまあまあ、あるね。あるやつね。しょうがないよね。ここに入れてください。はい、とある企画で、SB だけ行ってます。はい、そうですね。前回の動画でお話ししました通り、塩高齢術。はい。やっとる。高齢術。高齢術ね。ちょっと書いてるの怖いもん。いくよ。はい。その高齢術のルールなんですけど、あーもうこの分やだー、うわーやだ、こちらです。はい、おかえり、取り憑かれたでしょと。はい、取り憑かれた。やばいやばい、疲れてるね。おかえり、疲れたでしょってこう2本、2本を白紙の白い紙にかけまして、大変でしょ。いつも俺はこれだけ緊張したことをね、いつも俺はこんだけ順番しようとしてるんです。逆に言えば、これを1分間目開けっぱなしで瞬き厳禁で、これを2人で、まあ1人でいいんですけど、まあ見つめますと、1分間以内にもしかしたらこのおかえりに対してただいまっていう声が聞こえる。疲れたでしょに関しては疲れたと、声が聞こえても振り返っちゃいけないと。その時、その儀式者以外誰も家にいないでください。まあ、みんなやる気がそうですね。はい、外に出ます。はい、じゃあオルト駅ね、ここ買った方が逃れます。そういうこと。あ、そういうこと。最初はグー、ジャグ、ポイ、ポイ、ポイ。ダメ。やっぱ弱いんだけど、負けたら一人だったらちょうどいいんじゃね。もうできたんじゃね、ペア。いいのか、それで。グーチョッパーで分かれましょう。ちょ、ちょ、イエーイ。すごい、すごい、すごい。これはもう正式に僕ですね。感想は終わった時にみんなの前で話してください。はい、それでは2回で高齢術スタート。はい、スタート。じゃあ早速やっていきますか。はい、前もお前とだったよな。そう、はい、まあ、おかえりって書くんだよね。そう、じゃあおかえりって書きます。はい、はい、それが疲れたでしょ。疲れたでしょ。はい、書きました。で、ここから1分間瞬きせずにこれを見るんだっけ。そうですね。はい、じゃあストップウォッチを。ストップウォッチいきます。はい、よーい、スタート。はい、まあ書いたんで、じゃあ行くか、うん、じゃあそしたら。そう、そうですね、まあ、うん、後ほど感想はありますんで、そうやね、はい、うん、書いたいと思います。よし、じゃあまずはね、紙に書くんだよね。おかえり、疲れたでしょ。じゃあ時間計っていきます。よーい、スタート。あ、聞こえた？いや、別に。逆に無音すぎて、無音すぎて怖いよ。
ジで怖そうなんですけど。これ何か聞こえた気がする。終わりました。はい、お疲れ様です。終わりました。怖さで、なんか酔い吹っ飛んだわ。マジ？そんなに。まあ確かに、やっぱ緊張感すごかった。うん、俺だけ冷や汗がすごい、最初のチームから。俺は、普段いるときはさ、2階からどんどん音鳴る感じじゃん。うん、そう、全く逆みたいな感じさ。下から？ね、下からなんかどんどんするような音聞こえた。移動してる。え、正直俺は、それ聞こえた。下から普段、下俺ら完全外いたから。うん、上に行ったらこの下行くってこと。俺はカサカサしてるような音だったけど、どっからカサカサした。こう付き合ったらこの辺だよね、この前カメラの脇、ま、脇らへん、この全体ぐらいからなんか小さいラップ音的ななんかのが聞こえた感じ。あとはちょっと雰囲気がやっぱりねドヨンとはしてた。おかえりのあの文字ずっと見てると本当なんかね、おかしい感じがする。マジでなんかヤバい気はする。引き込まれる感じがね。続いて2チーム目。俺は正直に何も聞こえなかった。逆にそれが不思議なぐらい本当に聞こえない。無音すぎるぐらい無音だよね。逆にそれが怖かった。自分たちだけが聞こえる音はするからね。うん、そうでしょ。それすらなかったんだよね。まあ今勝ちついた。上じゃん。まただ上か。移動するんかな。怖っ。同じとこにはいないのかな。うん、まあ、俺は普通に一人っていうのでまず恐怖感がやばくて、うんうん、絶対やばい。入った瞬間にこの家で真っ暗のとこに一人でいる、うんうん、しかも撮影をしているっていう、うん、この絶好条件、うん、例からしたら、うん、確かに。その感じがもうやばすぎて、うん、お帰りにやっぱやばいって感じがする。うん、お帰りはね、ここやした。え、わかんない。上わかんない。った女の子。え、女マジで。全然マジ絶対してるよね。女の人の声って勘違いしないから。うん、質が違うからさ。うん、で、普通に終わって俺サムネ撮ってたのよ。ああ、サムネ撮ってる時に男の人の声がした。マジ。お帰りというか、ただいまとかじゃなくて普通におみたいな。やばくね。ちょっと遠いよ、遠目だったけど。うん、後ろ向いた。いや、もうひなが左前みたいな。ああ、後ろじゃない。こっち側にしてて、やべえと思ってサムネやめて帰ってきた。なるほど。うわ、今その時何映ってたんだろうな。ね、
また調査班みたいにさ、うん、ただいまみたいなのが入ってる可能性だって。そう、ないよ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 。てか、俺ら入れ替えてる時になんか映ってる可能性もあるし、人が確かに。それは回しっぱだからね。うわー、それは見たくな。俺らが立ち去ってからのあの短い時間で、そう、うん、そこちょっと集中的に編集で。それでもし出てきてなったら監視されてるからね、完全にもう認識されて、まあそりゃそうだろうね、うん、怖っ、うわ、鈍い、やばいね、うん、うわ、上じゃん、絶対上じゃん。このどんどんやってるのは本当なんか嫌なんだよね、人一緒にいるのが。俺今一瞬録画画面全部消えたよ、うん、なんか動いて消えたよね、うん、あの全部アイコンが全て今一瞬消えた、一瞬消えた、こっち、うん、マジマジマジかよ、なんか消え動いてて、うん、消えた消えた、あれ全部消えた、ポン、あれそう、ほら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 、なんか動いてる、やばいやばいやばい、なんか動いてる、わー、分かった、今の分かった、動かないの、うんうん、カメラ向けるとこのなんか時間、録画できる時間とかが全部パッて一瞬消えたんですよ、うん、完全に見えた、しかも2回っすね、結構今も録画停止ボタンなくない、画面上で、え、あれやばいじゃん、やばいじゃん、いや、それはもう撮れてる、撮れてる、確かに、ないわ、普通右下にあるもんね、右下に赤いボタンがね、まあ、絶対あるんだよね、それは強制的に終わらせないみたいな、ね、まあ、多分だけど、うん、さっき言った通り、うん、移動してる時の、ね、映像とか、はいはい、うん、で俺らここずっと見てるから、うん、その間の背景とか、うん、その辺でもしかしたら現象は起きてるかもしれないので、まあ、そう、いや可能性あるね、はい、何か気づいた方はコメント欄までよろしくお願いします。お願いします。ちょっとなんか新しい現象で怖いのでおまじないやっときましょう。ちょっと違いです。違いです。関係ありません。何もできません。何もできません。できません。何かやってほしい企画ありましたらコメント欄までよろしくお願いします。お願いします。お願いします。最近すごいチャンネル登録者がガンガン増えていて、僕たちのねモチベーションも高まってありがたい状況ですので、はい、これからも皆さんスタジオチェックよろしくお願いします。お願いします。それでは。次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。出てる。お、着いた。本当だ。これがなかったんだね。ね。これないことはないでしょ。まず、触って変わるなら、触って録画ボタンが出ないとおかしいから。うん。出ないね、触っても。また消えた。うん。